占い好き一見マニアック占い話後編。はい、はい、昨日からチビト数についてのお話というのをやっております。はい、で、まあ、ご紹介したのがですね、これは台湾の梁昌俊という先生の書かれたチビト数考証という本でございまして、はい、まあ歴史的な考察から、あとその仕組みについてというのをこうご説明なさってるわけなんですけれども、はい、この中で非常に興味深いことが書かれていて、あまり日本で紹介されてない部分だと思うんですけど、うん、今みんながシビト数だと思ってるやつっていうのは、まあ、3分の1に過ぎないんだよってことが書かれておりまして、だいたい中国の占いで3っていう数字が出てきたら、だいたい天地人の3つなんですよ。天地人、シビト数というのはその占う時に1つの番というのをこう作って書くわけですけれども、それに天人地の天番人番地番みたいな3種類の番というのがあるんだよっていうことになってるわけなんですね。はい、でそういうことを言ってる流派も確かにありますが、どうもこの梁先生のおっしゃってるものはそれとはどうも違うものみたいなんです。中州派という流派がありまして、そこは天地人3番使うみたいなのをよく言うんですが、どうもその内容ともまた少し違う話のような気がいたします、この本を読む限りは。でですね、その天人地3つ全部使うのを鉄牧師法というふうに言うというふうに書かれております。はい、で牧の字が2種類、これ実は同じ本の中の、場所場所によってこっちの負の木という牧の字が書いてあったり、占いの牧っていう字になってたりするんで、多分こっちの赤で書いた牧の方が正しいんじゃないかと思いますが、はい、鉄牧師法というものがあるというふうに書かれております。で天番地、地番で人はね、番というのとはちょっと違うんですけども、地番というのがみんなが今普通にシビト数って言ってやってるやつのここになるわけなんですね。でそれに対して実は天番というものがあって、で天番というのは十巻の番なんだよっていうふうになっていて、しかもそれは太、と陽と宋というさらに3種類の番があるんだよみたいな形になっていると、うん、つまり、今この地番のシビト数だけが日本で知られてる大体のシビト数になるわけですけど、これだけでも、それなりの精度を持ってちゃんと占ってるわけですが、実は正式なるシビト数というのはこの上に天番というのがこういうふうにあり、さらに人は、まあ、番とは言えないんだけれども数を扱う部分でですね、後にそれが独立発展していってカラクリ数とか鉄板神数という方に発展していったというふうにまあ書かれております。でちなみに天板については後に鬼門遁甲の方に発達していったというふうになっていって、要するに今ではそれぞれみんな違う別々の占いだと思われているようなやつが、かつてはその混然一体となってというか3つ統合して1つの完全なるシビト数というのを作ってたんだよっていうのが、まあ、ここに書かれている内容だったわけなんですね。で特にこの天板の部分の作り方っていうのがちょっとごめんなさいね、はい、一応載ってるんですが、はい、非常に、理解するのが難しい番が、ここにサザンガ9のこんなマス目があるんですけどもね、はい、これで1種類、それからページめくってさらにそれとはまた違う配置の仕方があってっていうふうに太と陽と宋っていう3番使うぞみたいな話が載っております。でこれは後に、ここの部分だけが発展してって鬼門遁甲の世界に吸収されていたよみたいな話になっているということになってるわけなんですね。でこれ少なくとも私が知る限りこの鉄牧師法っていうのをちゃんと説明してるというか、市販の本にはまあ当然載ってないです。どっかで個人的にとか秘伝としてやってる先生はいらっしゃるのかもしれませんが、はい、まあ日本ではそういう感じの秘伝的扱いだろうし、でも台湾ではこれ普通に買える昔の本だったわけなんですね。でここの中でシビト数って天地人でやるんだよみたいなのが一応説かれていたよということで、まだまだ日本はちょっと、後進国だなというところがあるよということでございます。そうですね、まあ今回そこをご紹介したかったということでございますので、はい、まあ、私よりも詳しいシビト数の先生は世の中にいっぱいいらっしゃいますから、鉄牧師法って何って聞いてあげてください。即座に答えてくれると思います。はい、いや奥が深いですね、やっぱりすごいな。ありがとうございます。はい、マニアックも楽しみしていらっしゃる方たくさんいらっしゃいますので、おそらくコメント欄がまだ漢字がたくさん出てくる。読むのに苦労するな。また今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また皆さん、見てください。明日お願いします。また明日。はい、また明日。